ちょっと、ここどこ？来ました。どこに来ました、これ。柳川さん。ここに来ました。おはようございます。開けてください。やっと開けて入れてください、私たちを。うわー、おはようございます。これでもともと赤いルームの方から入ってるんで、そのショップが同級生で、だからここ増やせよくないですか。でそこからこうなんかビオトープが何だを調べたのがきっかけです。すごい。だからここ高水槽でもから、もう昔はまだバクテリアはなくて、でもグッピーとかから買ってて、で水槽をその洗っている時に小学生の時に割って、そこから一時もやめてて、やっぱフグに惹かれて、でも緑フグってきついんで。一番いいと言われて、まあ、海水でも淡水塩とかね、その当時は分からんかった。でそれこそほら水槽があるよ、どうぞ行ってきます。お話がスキンクがあるちょっと元さんとか始めましてで69にしてる話だけで始めましての時にしかも初めましてで娘連れてきてて、あ、でも娘さん、娘は嫁さんが毎日で6時間でも帰りたくないっつって、うちに泊まるって言われて、出た出た出た、そっから関係ができてきたんですね。すごい、来ましたね。整頓されてるね。あー、これがですか。あれ、ニジンコですか。違う、あの、ブラインシュリンプ。すごい。一応もう毎日朝、昼と夜、でもあれ、これだけは嫁さんに買っていいっつって買っていいよって高いんですね。高いですね。1缶で安くてやっぱ7000、8000。おー、高ー。でやっぱ昼夜沸かしてやってるともう2ヶ月は持たないです、うちで。ええ。本当すごい人はもうやっぱ難関って、あのケースとかで買って1ヶ月持たないっていうので。1ヶ月持たない。うちの規模でそのやり方で、まあ、全員あの稚魚ばっかりなんでやるので、もう制御になったらもうこの餌巻くんで。いくらですか、もういくらですか。そら主婦ですから、主婦目線ですからあ、来ましたね、いいですね、このクモの巣感が私たち大好きなんですよ。その裏側に来てやったっていう。何種類ぐらいいるんですか今。おー、絞ったですね、やっぱ100ぐらいおったけど、まあその親抜きに変えてからやっぱ品種はがっつり絞って水槽が綺麗水槽が綺麗いやもうこっちすごいよ、こっちもあの張り子があいるんだ、もうめちゃめちゃ多い。あ、結構産卵してますね。へえ。去年は12月末ぐらいまで生まれてはいたんで、卵産んではいたんで、何品種かで何匹か帰って、ハリコ卒業したかなぐらいでちゃんと越冬してた子もいたんで。これ60ですか。それ60です。ちょっと今改装中。かわいい。こっちすごいよ。そっちね。うわ、本当だ。外もですか。外もです。すごっ。あの樽何リットルですか。あれは、30。おお。30
結構使われてるんですよね。あの丸の。あれ何やし。あ、紐がつき。ああ。はいはいはい。はい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 。これもうボロボロになっちゃうんで。これこの前買おうとしたやつね。緑のね。あ、緑のね。うちブルー買ってね。ブルーで知ってる人結構多いですよね。あ、そうなんですか。名前がある方々って。へえ。動画で見たりするのもそうやって。ああ、そう確かに。ブルーが多いですよね。でもなんか誰か。だっけね。うん。でほらブルーにしようかって言って。わあ、ここもいっぱいあるじゃん。いいな。すごい。やっとの親抜きにっての方法に変えて。こういうのが許せるようになったんですね。あ、親、ああ、なるほど。もうほったらかしとくっていうのが。じゃあもう本当は前はもう はい、ここまで行ったら変えたりをしてたんです。基本的にやっぱ死ぬことがないけんさ。その移すその水のあれでは。めちゃくちゃ綺麗。え、水槽掃除大変じゃないですか。でももう慣れたもんか。ここは。この前立ち上げて、ちょっとかあの一回全部抜いたんでそのタイミングで、こことちょっと色が黄ばんでるのは1ヶ月以上、5月ぐらいに立ち上げてずっと水替えしながらしながら、まあ、苔は多少生えるけど、いや水草とかない分楽っすね。ああそっか、確かに。メダカで水槽こんないっぱいって初めてじゃない？ね。そうね。ね。しかもライトもちゃんとついてるし。あ、ライトも本当だ。じゃあもう干渉するよ。夜。夜時だけつけて。これ種類何が入ってるんですか？今取ってるとこがアレスの稚魚、はい、うん。あ、アレス。ほら、この前ヒレでオスメスが。わかんない。なんか論争あってたらしい。論争あってたらしい。へー。そうそうそう。おー、これが。そこはこの前ちょっとバクテリアを変えてみて。試しにどんなんかなと思って。そういうことか。でまあ試しにちょっとやってみようかな。へー。なんかだるまっぽいのがいるかも。あ、だるまいますか？めっちゃ短い。たまたま、龍の瞳から。お、ほんとだ。かわいい。なかなか取れなくて、だるま、あの龍の瞳が。あ、そうですね。今シーズン、ワンペアで1回2回出したぐらいで、意外と DM で問い合わせ来るんですよ。龍の瞳いますかって言って。かわいいね、龍の瞳が。ほんとに今シーズン、やっとこんくらい。へえ。なんか産んで張り子バーって出るけど、2、3日したらいつの間にかいなくなってくる。そこだけですね。これ目はなんかアルビノって言っていいんですか？アルビノです。やっぱアルビノってやっぱ目が悪いって言われますね。いるいる、でもだから時期的にでももう少なくなった方ですか？でも去年よりはちゃんと取れたんで、ね、去年は1年間回せなかったですね。あのちま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 採卵してて、あの卵取ってしてたんで、親抜きにすると数はガッて取れる。ああ、そうかそうかそうか、さっき言われてた。いろんな方に聞いたんですよ、どうしたらいいですか。うーん、分かってはいたんですよ、親抜きが一番取れるって。うーん、でもそのハウスされた時に容器を買った分、嫁さんに言えなくて変えていいで、2年間してやっぱ向こうもなんとなく理解したみたいで。あー、まあ奥さんはやっぱり家の生活のこと考える。そうですね、うんうん、そうそうですよ。だけ多分今年は誘っていただいたイベントはお断りすることなく全部出させてもらったんで。そうか。どんぐらい、数はどんぐらい行きました？10以上。うん、お歌は月1の数えで、ね、まあ、4ヶ月しか出れないですけど、はい、あ
それ合わせると自分たちのとこの即売会とかだと10ぐらいはいけたかなって、うん、この前ヨカモン館でやってたのはあれ定期的にやるんですか。本当は2ヶ月に1回やってたの。で自分があの目の治療してるんで、でその兼ね合いでその目の治療は2ヶ月に1回やってて、タイミング的にあの偶数の月にやってるのかないの、奇数の月に即売会をしようって言ってたけど、今年は呼んでいただくことが多くて2回しかできなかった。ああ、なるほど、今年皆さん言われてるもんね、もう今年は出まくったって、うん、でなんかね、来年はちょっと減らそうみんな逆になんか言ってます。なかなか、確かに。でもあれね、めちゃくちゃ迷ったでしょ、岡山どうしようそれは迷った。猫がいるからですね、なかなか。あ、新婚旅行とかも一時行ってなくて、で何かのタイミングでうちの母かなんかの仕事の関係で大阪に行く機会があって、でその時にも その金それを旅行を兼ねて、はい、まあ、ユニバーサルとかちょっともう行っとこうかみたいな。で嫁さんの方のお母さんがちょっとも病院に連れて行ってもらって出してもらうっていう。心配はならないけど、まあ、そのタイミングがずれるとやっぱそうしちゃうので。でもうまくこうやってるみたいで、そうすると別の猫がソファーとかのシーツを着る。かしこ。いや、なかなか。でもそうしてくれた方が、こう、まあ、ぶっちゃけその大きい方とかで挟んだりしない。知らない。そうやって協力して。よく言われるけど、うちはもう本当に喧嘩がなくて、まあ、保護活動してるからいろんな子が来ても。なんかこう長男坊、その足が悪い長男坊と次男坊と、まあ、長女ですね、はい、この3匹が多分ガンとしっかり構えているというのが、じゃあもうなんか保守的じゃないけど、その感じですね、やっぱ強いですね、としてそれ力もそうやけど全く同時に、飼い猫は10です。で、子供が今5位です。まあ、ありがたいことに、メダカつながりで何か所かある。あ、メダカつながりでですか？お、すごい。まあ、よくテレビとかでね、浄土会みたいなのね、見るけど、もうああいうことなんですか？その、もううちはその浄土会みたいなのには、まあまあ、うちだけではやっぱ5匹しかいないので。そういう感じでは大々的にはしてないですけど、少しずつ団体さんとか地域で活動されている方と、まあ、つながって、あ、つながってつながりいただいて、今度じゃあ6回そういうあれでしないその、うん、うちがだけ家でしてるんで、まあ、キャパの問題で、まあ、3匹って決めてるんですけど、やっぱ家に来ると、まあ、俺もそうやけど嫁さんも、まあ、大丈夫かなって結局は迎え入れちゃう。ああ、なるほどなるほど。もう毎日賑やかでしょ。うん。大変ですね。大変だ。毛が変わる時期とか一匹飼ってる人も大変って言うじゃないですか。うちはもうそんな大変とかいうレベルじゃないんで。楽しいですかメダカは。楽しいです。やっぱ水槽っていうかアカリウムが好きですね。僕たちは本当に水の音がもう超大好きで、ないと寝れない。それすら似通ったない在する才能